それはいつ生まれたのか誰も知らない暗い元のない世界で一つの細胞が分かれて増えていき三つの生き物が生まれた彼らはもちろん人間ではないまた動物でもないその醜い体の中には正義の血が流れているのだその生き物それは人間になれなかった妖怪人間であるワッツゆうた。